こんにちは、こんばんは、おはようございます。ラッパー紹介シリーズ第18回目ですね。今回はドージティさんの紹介をさせていただこうと思います。正直ね、ドージティさんの動画はまあ上げようか上げないか迷ったんですよね。っていうのももうヒップホップシーンからいなくなってしまった人でもありますしね、今活動されてないのかなって思って、今ねドージティさんの公式の YouTube 見たんですけど、まさに今日ですよ、過去の楽曲をなんか今日昨日一昨日とかなんか上げてたんですよね。アップロードだけね、あの新曲とかじゃなくて過去のあの曲をアップロードしてましたね。まあ全然知らない人はね誰っていう感じだと思うんで、まあちょっとねこの後ちょっと解説しますけども、まあ急激な路線変更からのセルアウト、そこでヒップホップシーンを去っていったアーティストの一人なんですね。その辺いろいろラップのことでしたりスタイルだったりね、いろいろ解説させていただきますので、ご興味のある方は聞いてってくださいね。それではドージティさんの解説いってみましょう。はい、ドージティさん。ドージティさんはもともとジンギっていうそのヒップホップクルー、ヒップホップ、まあ今で言う皆さんが言う、あの思い浮かべるヒップホップクルーではないんですけども、まあパンクロックとヒップホップの融合みたいな、まあアメリカで言ったらビースティーボーイズっていうのがいたんですけど、そんな感じのスタイルですかね、簡単に言うと。とりあえず B-Boy パークで見たときはめっちゃ怖かったですね。おい、勝ってこいよ、てめえ、おらみたいな感じだったんで、あの、確かジャケット、ライダースジャケットかなんか着てやってたと思うんですけど、うわ、怖えな、この人って思ってましたけど、それドジティさんじゃなくて MC ジンギさんの方ですけど、まあ、ドジティさんはなんかクールな感じでしたけどね。ただもう自分がそういうのを見てたときは、あの、ドジティさんはジンギ抜けてて、あの、KW 社員さんがいるアトミックボムクルーっていうのがあるんですけども、そこに所属されてましたね。そこで少年 A っていう曲を発売しまして、これがねめちゃくちゃ流行ったんですよね。これみんな聞いてたと思いますね。2001年か2年ぐらいだと思うんですけどね。歌詞の最後にね、少年 A から B、まあこう犯罪少年から B ボーイになってくっていう意味で、結構ねかっこいいですね。まあ不良の歌、不良少年がこう構成していくというか、これドージティさんの自分の歌なのかな、ちょっとわかんないですけど、なんか聞かせるリリックですし、当時はねこう不良のラップがやっぱり今よりも主流だったんで、まあ、そういう意味でもねすごい話題になったんですよね、この少年 A ってやつは。その後もアトミックオブつながりのそのキングギドラの客演だったり、その後のシングルもかっこよかったし、ご自身のアルバムのこの客演の人たちも結構トリッキーなこのフューチャリング客演陣がいたりとかして、幅のあるラップをされてて、本当にねどん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 プロップスをねヒップホップシーンで上げていったんですよね。がなんですよね、この辺、まあセカンド発売したあたりぐらいで確かそのアトミックボムだった KW 社員さんと決別しちゃったんですよ。これはまあ音楽性の違いってことなんですけども、このストリートカルチャーとしてのヒップホップを守っていきたい KW 社員さんと、なんていうのかな、まあ、音楽として売れていかなきゃいけないドージティさんのこの価値観の違いっていうやつなんですけど、あのね、楽曲の変化に関してはちょっと次の章で詳しく解説しますけども、アトミックボム脱退後すぐになんかこのセールアウト路線に行ったわけではないんですよね。ちなみにちょっと初心者の方のためにご説明しますと、セルアウトっていうのはあのスラング辞典でも紹介してますが、その商業路線に走った、スタイルを捨てて商業路線に走った魂を捨てたラッパーみたいな、ちょっと悪い意味があるんですけども、まあそもそもそのそれをすげえディスってた KW 社員さんがその後に芸能事務所に所属しているわけじゃないですか。俺は下げたくねえやつに頭下げねえみたいな感じで言ってた人がバスマジックリンのラップとかやってたわけで、その辺ちょっとドージティさんどう思ってんのかなとかはちょっと思いますけど、まあただやっぱりその当時のヘッツ目線の意見を言うなら、キャリア初期っていうのはやっぱりヒップホップ精神を俺は大事にしていくぜみたいな感じだったわけで、やっぱりこう言ってることに齟齬があったりすると、ヘッツはそこ結構アレルギーを起こしますからね。別に今のラッパーだってストリート出身の不良系のラッパーがラブソングみたいなのを歌うこともあるわけじゃないですか。でも本質っていうか、その芯はずれてないっていうか、別に矛盾は感じないんですよ。言ってみたらアナーキーさんだって別にそういう曲あるし、まあ2パックのディアママじゃないけどさ、別に普通の誰でも共感できる曲ってあるじゃないですか。で、例えるなら、そのアナーキーさんが一切ストリートの曲を歌わなくなって、シンガーとフューチャリングしてるラブソングの曲ばっかり歌うようになって、しかも髪型もなんかちょっとイケメン風になったりとかしたら、ちょっとびっくりするじゃないですか。すごい強引に例えるとそんな感じですかね。まあその時代もありますけどね。まあその時のそのヒップホップの流れと逆風
ものすごく逆の方に行ってしまったんで、当時のヒップホップファンが一番嫌うことをやったみたいな感じですかね。まあそのままヒップホップシーンに居続けたら結構レジェンドになってると思うんですよ。やっぱ元仁義っていうのもすごいし、やっぱりあの時代を作り上げてきた結構偉大なラッパーの一人だと思うんで、それだけはね間違いないんですよね、本当に。まあ大体ざーっと説明しますとそんな感じですかね。それでは次の章では、そのドジティさんのラップについてもう少し深掘りして語っていこうと思います。はい、ではここからドジティさんのラップについて語っていこうと思うんですが、ちなみに僕が聞いてたのはサードまでなんで、まあ厳密には4枚目も聞いてたんですけど、あのもうちょっとシンガーとのオンパレードのラブソングでちょっと胃もたれちゃったんで、あのファンの方はごめんなさいね。あのアルバム確か売れたと思うんですけども、自分のデータは4枚目までで、まあそれ以降はちょっとこの動画のためにちょっと流し聞きっていう感じなんで、そこはちょっとご了承くださいってことで語っていきますね。まず台頭当初はやっぱりすごいクールね、ドープなラップだったですね。当時のストリートラップってやっぱね、いかつさだったりエグさがこう際立ってるグループが多かったんですけど、そんな中ドージティさんのラップはすごいリリカルですし、あんまこうガツガツ来ない。あのね、僕の知り合いにね、なんかヒップホップアンチいたんですけど、当時一緒に働いてる同僚かなんかで、なんかドージティはかっこいいねみたいな感じだったんで、その俗に言う当時のヤンキーラップみたいのが苦手な人でもそれとなく聞ける、しかもまあそういうのが好きな人でも、まあ、ヒップホップをちょっと感じられるみたいな、すごいね絶妙なバランスのかっこいいラッパーでしたね。格好もそうなんですけどね、あんま泥臭くないんですよ。泥に、ね、なんていうの、ローリングストーンっぽくないっていうか、まあ、人生はそうだったかもしれませんけど、こうね帽子かぶってグラサンしてひげを整えてっていうのがトレードマークで、なんていうのかな、ラグジュアリーとはちょっと違うかもしれないけど、ゴリッゴリの格好してるんですよ。ダボッダボでゴリゴリなんだけども、少しねこうフォーマルな雰囲気も出せるみたいな、うん、ラップのあのクールな雰囲気も相まって、そういうイメージがねすごいついてましたね。当時ドージティさんっぽい格好の人多かったと思いますね、あの感じで。あと楽曲ですと、さっき少年 A の話しましたけども、これももちろん売れたんですが、あとねドージティさんで人気なのは、あのキングギドラの最終兵器に入っている平成維新っていう曲あるんですけども、宇治さんとかが出てるやつなんですけども、これのねドージティさんのバースはめちゃくちゃみんな好きだったんじゃないですかね。基本的にこのジブラさんとかアトミックボム、その KW 社員さんとかキングギドラオアシスさんとかの界隈の客演でドージティって入ってたらまず外れないんですよ。フューチャリングドージティって入ってて、もう全部かっこいいみたいな感じだったんで、ほんとねめちゃくちゃ映えましたね、あのラップ。あんまり同じようなスタイルの人もいなかったし、本当にね嫌いな人いないぐらい、すげえめちゃくちゃ評価高かったと思いますね、全盛期は。全盛期って、まあ何をもって全盛期ですけども、まあヒップホップシーンの中で評価が高かったのはアトミックボム時代がそうだったかなとは思いますね。売り上げっていう意味で言ったら、アトミックボム脱退後、特に3枚目とか4枚目は結構売れてた記憶がありますね。曲のその変化としては、ファーストはもう本当にヒップホップファンが好みそうなドープな感じのアルバムで、セカンドはまあファーストの感じを保ちつつちょっといろいろ試してんなみたいな感じで、サードは KW 社員さんとは決別したものの、アルバム内の出来は従来のヒップホップファンでも聴けるようなかっこいいラップが多いイメージがありますね。内村さんがフューチャリングしてたりとか、まあシンガーの人とかもいるんですけども、バランス的に幅広い音楽性でやってるなっていうイメージのアルバムで、結構サードアルバム自分好きですね。で4枚目ですよね、これだよな問題作は。そのまあ好きな方には申し訳ないんですけど、完全にその今までのドージティファンを無視した作りになってるんですよね、どう見ても。だからさっきも言った後にラブソングがダメだって言ってるわけじゃないんだけど、そのもうアルバムから初っ端からもういろんなシンガーのラブソングの波状攻撃が続くんで、これはねちょっとやりすぎっていうか、俺ねこれ調べるまではその KW 社員さんと決別してアトミックボムを出たことでセルアト批判が起きたと俺思ってたんですけども、改めてアルバムやっぱチェックしてみるとね、そのアルバムの構成含めて急にここまで寄せられるとね、ヒップホップファンからの反発は避けれないかなと思いますね。そのプロとしてやってるっていうのはすごいと思います、本当に。あの売れてこれで食ってくんだっていう気合は感じるんですけど、リスナーはねそこを見たいわけじゃやっぱりないんですよ。ヒップホップリスナーっていうのはラッパーからパワーを欲しくて聞いてますから、言葉がリアルであって、その自分との葛藤に打ち勝っていく姿はやっぱ見たいんですよね。だからご自身でもね言ってるんですよ、インタビューで。分かってると、ヒップホップがカウンターカルチャーでありレベルミュージックってのは分かってます。でも
俺たちのリアルも分かってほしいってご自身で言ってたんですよ。セルアウトセルアウトって言うけど、この音楽の業界の中で飯を食ってくってことはそんなに甘くないんだ、歯を食いしばってやんなきゃいけないんです、みたいなことをねおっしゃってたんですけども、そんなこと言ってるラッパーの曲からパワーもらえます？ハンニャさんとか AK69 さんみたいなそのラップのスターたちがアーティストとして食ってくの大変だから俺たちの苦労ちょっと分かってよなあ、俺たちのリアル分かってくれよとか言ってたらやっぱショックだし、別に他の職業でもそうじゃないですか、そのプロ側が俺たちの苦労分かってくれよとかってやっぱり言っちゃうのはねちょっと違うんじゃないかなって思いますけどね。まあ、だいぶ昔のインタビューですので今どう考えてられるかわかんないんですけども、もちろんね僕もいい歳なんで飯を食ってくのってやっぱどんな仕事だれ大変じゃないですか、楽ではないと思うんですよ。俺もそのトジティさんが例えば知り合いにいて、例えば自分とプライベートで話しててそういう風に言ってたらすごい共感するし、いや本当大変ですよね、もう体は壊さないように心自分を大事にしてくださいって言うと思うんですけども、一人間としてドジティさんのそのインタビューのコメントっていうのはめちゃめちゃわかるんですけども、リスナーにそれをプロが求めるのはまあ昔のコメントですからね、うん、今はそう思ってないですよねきっと、あんなにかっこいいラップしてた人ですから、ええ、できればねヒップホップシーンに帰ってきてほしいですけどね、ええ、待たせてたなっつってねないかないかな。はい、最後の方はねもう楽曲とか関係なくなんかインタビューに対しての文句言ってましたけど、でもねショックだったんですよ、俺はあのインタビュー記事の読んだ時にね、あんなにかっこいい曲歌ってたのになと思ってね、うん、まあすいませんねちょっと5枚目以降のアルバムはさーっとしか聴いてないんで、ちょっとこのことに対しての弁明とかがあったらちょっとそれは俺のディグ不足ってことでもうすいませんって感じですけども、ファンの方でねちょっと気を悪くされた方はちょっとごめんなさいね、ってことでこれからも、またラッパーどんどん紹介させていただきますので、ご興味ありましたらよろしくお願いします。いい暇つぶしになったという方はチャンネル登録高評価していただきましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。